ついに決意したでござるよ。って何をだ。拙者微力ながら伊予殿の助けになるべく一肌脱ぐことを決意したでござる。え、マジ？っていうかそんな軽い感じでいいのか。もうそんなことを言わないでほしいでござる。せっかく思い切ったのに改めて聞かれると恥ずかしくなってしまうでござるよ。ごめん。でも俺でいいのかなって思って。まだ短い付き合いでござるけど貴殿が信頼に足る人物だと分かったでござるから恥ずかしいでござるけど、伊予殿になら拙者のすべてをさらけ出してもいいと思ったでござる。でももしかして迷惑だったでござるか。拙者の裸なんか興味ないでござるか。そんなわけない。むしろ興味津々じゃなくて驚いたけど助かるよ。ありがとうな。今日は貴殿に日頃の感謝を込めてマッサージをしてあげるでござるね。って、ちょっと待て。その足元に用意してある凶器は何だ。大丈夫でござるよ。痛いのは最初だけでござるから。物騒な予感しかしない。やっぱり嫌だ。もう、冗談が通じないでござるな。拙者が貴殿を傷つけるわけがないでござるのに。ごめん一瞬目がマジだった気がしたもので。何か誤解してないでござるか。拙者は貴殿が思っているよりずっとずっと貴殿のことを大事に思っているんでござるよ。もしかしたら拙者貴殿のことを。え、さあさあとにかく早く横になるでござる。殿方にこのマッサージをしてあげるのは伊予殿が初めてなんでござるよ。しっかり味わうでござるよ。坊やも貧弱ながらなかなか頑張ってるみたいじゃないか。どうもっていうか貧弱って。最初はどうなることかと思ったけど、これなら世界を元に戻すのも夢物語じゃないかもしれないね。でもこれも俺を助けてくれるみんなのおかげですよ。いいね、その謙虚な姿勢ますます気に入ったよ。坊やになら私の本当の力を預けても良さそうだ。世界を元に戻すためにも、他のモンスター娘を元に戻すためにも、私も一肌脱ぐとするよ。え、いや、でもそんな。やらしいこと考えてんじゃない。力を貸すだけなんだから。別に変な意味なんてないんだからね。言っておくけど、坊やじゃなければ本気で協力しようなんて思わなかったんだからね。ありがたいです。でもちょっと興奮、いや緊張するな。今興奮って言いかけなかったか。気のせいです。とにかくあんまり横島な目で見るんじゃないよ。こっちだって恥ずかしいんだからさ。ああ、ちょうどいいとこに来たね。これから走り込みに行くんだけど、一緒にどうだい？え、いや、俺はちょっと。いいじゃないか。たまには付き合ってもらうよ。ほらほら、どうした？もうへばったのか？もう限界です。毎日こんなことやってんですか？一度体がなまると元に戻すのが大変だからね。綺麗なお姉さんがまさか毎日こんなきついトレーニングをしてるとは思わなかったです。そんな綺麗だなんて照れるじゃないか。でも本当ですよ。すごく綺麗で色っぽいなっていつも思って。そういうことを平然と言うんじゃないよ。私を変な目で見るなって前に言ったろ。大体綺麗だなんてそんなこと言われ慣れてないから、どんな顔すりゃいいのか分かんないじゃないか。嫌だね、まったく。
私も子供のたわごとに何を動揺してんだか。なんだか顔色が悪くないか。そういえば最近寝不足かも。いろいろ考え事しちゃうんですよね。ダメじゃないか。寝るときはちゃんと真面目に寝ないと。坊や、ちょっとここで休んでいきな。え、でも口答えするんじゃないよ。ほら、坊やが眠るまで私がずっと手を握っててやるから、人肌の温かさに触れているとよく眠れるんだよ。あ、なんかそれともなんだ、私の手じゃ不満だって言うのか。そうじゃなくて、手細くて綺麗ですね。女の人の手だなって思って。細くて綺麗？女の手、うん、そんなこと言うのは坊やくらいだよ。まったく、私もガキだね。こんなこと言われたくらいで顔が熱くなるなんてさ、あんまり認めたくないけど、やっぱりあんたのことは。え、今なんて。こっちの話だよ。坊やはさっさと寝ちまいな。誰もいないな。手紙が置いてある。イオは手紙を見ただろうか。本当に来るだろうか。不安だ。お待たせしました。そんな声あげるんですね。かわいいな。ちょっと驚いただけだ。というか綺麗に続いてかわいいとか、そんなこと言われると本当に。ここで待ってるなんてメモが置いてあったから、どうしたのかと思いましたよ。なんで私が坊やに振り回されなきゃならないんだ。振り回す？隠してもしょうがないし、もう正直に伝えちまおうかと思うよ。私は坊やのことを意識してるみたいだ。最初は男としてなんて見ちゃいなかったけど、坊やが私を女扱いするせいでなんか調子が狂っちまった。だって女の人じゃないですか。当然ですよ。ほら、そういうところだよ。素で私を女扱いするんだ。私を女にした責任取ってくれるか。私も坊やを男にしてあげるからさ。男に？どうだい、悪い話じゃないだろ。すいません、今はまだ誰かとっていうのが考えられないと言いますか。なんだい、育児がないね。その気になるのを気長に待つとするよ。イオ、ちょっと手伝ってくれないか。ストレッチしてたとこなんだ。ああ、いいですよ。じゃあ、まずは。え、そんな格好するんですか。やだね。何顔あからめてんだ。ただのストレッチなんだから、変な想像するんじゃないよ。ほら、ここを押さえて、こっち側にゆっくり押すんだ。あ、はい。なんだいその触り方は、くすぐったいだろう。すいません、なんか緊張しちゃって。やだ、変な触り方をするな。真面目に。坊や、やらしいこと考えてんじゃないだろうね。真面目にやってます。こうですか。違う、私がこんな声出させられるなんて。ね、どこ触ってんだ。そんなとこ触ったってストレッチになんかならないよ。もうダメ、脇は弱いんだよ。ったく、こんな
ないことなら手伝ってもらうんじゃなかったよ。あんた、わざとじゃないだろうね。断じて違います！ここのところ、あんたを見ていて思うことがあったんだ。なんだ？あんたは、周りに助けられてばかりだね。いや、リリアのように助けてくれるものが多いとでも言うのか、うん、いきなり言葉の暴力？足手まといって意味？そうじゃないよ。周りに手を差し伸べてもらえることもあんたの才能だと言っているんだ。かくいう私もあんたを助けたくなる一人だけどね。あんたがヘタレなりに努力しているのを見ると放っておけなくなる。意外に大物かもって前に言ってくれたことがあったのに、ヘタレ呼ばわり。否定できるのかい？いえ、無理です。素直でよろしい。イオ、私はあんたに世界を救ってもらいたいと思っているんだよ。あんたにならできると思うんだ。だから私の本気の力を貸してやるよ。私の本気はかなりロックだよ。え？俺に？そりゃ抵抗がないとは言わないよ。でも世界を元に戻すためだし、あんたが相手なら構わないっていうか、とにかく私が誰にでもホイホイ脱ぐような女だと思ったら大間違いだからね。なんだか体調が悪い。風邪をひいたかもしれないね。疲れが溜まってたのかな。そうだね。こんなに顔色が悪くなるなんて初めてのことだよ。え、それはツッコミ待ち？どういう意味だい？いや、なんでもない。とにかく君は休んでなよ。悪い。こんなロックじゃない姿を晒すなんて情けないね。全く気にするなよ。誰だってそういう時はあるって。ああ、そうだ。リンゴすりおろしてあげようか。私のそばにいたら風がうつるよ。あまり近づくんじゃない。お、心配してくれてんだ。嬉しいな。別にそんなんじゃない。ただ、あんたに風邪をひかせたら、他のモンスター娘に睨まれる。弱ってる君を放っておいたら、俺の方がみんなに怒られるって。それに、俺も君を放っておくなんてできないし。俺、なんでちょっと笑ってんの？すりおろしリンゴ、作ってくれるんだろう。私も、たまには甘えてみたくなった。私が甘える男なんて、あんたくらいのもんだよ。今、この世界は本当におかしくなってしまっているのですね。機関と行動を共にし、痛感しました。うん、本当に参っちゃうよな。自分がおかしくなっていた時のことも、今なら客観的に見ることができます。ご迷惑をおかけしました。仕方なかったんだからいいって。それより、君が元に戻ってくれてよかったよ。イオ殿には、助けられてばかりですね。俺も君がいてくれて助かってる。機関のためならば脱いでもいいかもしれません。え？脱ぐって？機関のために自分にできることはないかと考えました。そこで決意したのです。自分の真の力をイオ殿にお貸ししたいと思います。だけど、そのいいのか？恥はこの際捨てます。世界を元に戻すミッションのためにお役立てください。あられもない姿を晒しても構わないと思えるのは期間だけであります。イオ殿、町を偵察する許可をいただけるでしょうか？偵察？宿営地の周辺地理について完璧に把握しておきたいのです。ああ、そういうことか。じゃあ、俺も一緒に行っていいかな？え？いえ、申し訳ないです。
機関の手を煩わせるまでもない任務です。気晴らしに散歩したいんだ。ついでに町を案内するからさ、その方が君も効率いいだろ。ではお言葉に甘えます。随分と平和な町でありますね。戦場とはまるで正反対のような。そりゃ戦場じゃないからな。いい町だろここ。はい、人々の表情も穏やかで、モンスター娘と人間が共存していて素晴らしいですね。機関はこのような環境で育たれたから、そのようにお優しくなったのでしょうね。またまたお世辞なんて言っちゃって。いえ、自分は本心からそう思って。いつか世界中がこの町みたいになれるといいな。きっとできます。機関には優秀な部下がいるのですから。あれ、部屋にはいないな。どこ行ったんだ。ああ、こんなところにいたんだ。え、イオ殿。何してたんだ。偵察活動中でありました。異常なしです。うん、ご苦労様。いつもありがとう。当然の任務をこなしているだけです。それより機関はなぜこんなところへお一人で。宿の部屋に君がいなかったから気になって探しに来たんだ。もしかして何かあったのかもしれないし。そのためにわざわざ。危険です。この辺りは治安がいいとはいえ、指揮官が一人でみだりに出歩いて何かあったら。いや、俺は指揮官っていうか。意見愚心してもよろしいですか。どうぞ。部下を心配するのもいいですが、もっとご自分の心配もなさってください。え、いや、俺は結構自分の心配もしてると思うんだけど。機関の優しさは美徳だと思います。しかしもう少しご自愛いただきたいのであります。万が一機関に何かあったらと思うと。心配してくれてるのか。当然であります。機関は自分の長官ですから。イオ殿、おいでになる頃合いと思っていました。もしかして待ってたのか。機関にお話ししたいことがあります。以前自分は指揮官にみだりに一人で出歩かないでほしいということを申したと思います。あの時は心配が勝り、あのようなことを言ってしまいました。しかしあれは違ったと自制したのです。申し訳ありませんでした。どういうこと。機関を案じるあまり、機関の行動を束縛するようなお願いをしてしまったと後から気づいたのであります。おかしいですよね。それでは機関を苦しめることになってしまう。本末転倒です。本当に俺のこと心配してくれてるんだな。なんかありがとう。もしも叶うことならば、常時自分がそばで護衛をしたいくらいです。そうでなければ安心できそうにありません。姿が見えない時も常に機関のことを考えてしまうのであります。イオ殿は今頃どうしているだろう。無事だろうかと。だから自分を安心させてくれませんか。それって常におそばで守らせてほしいのです。以前心配するのは長官だからと発言しましたが、あれは撤回させてください。自分がイオ殿を心配する一番の理由は、理屈が通らないこの感情にあるようです。君の気持ちは分かった。でも今はまだそういうことを考える余裕がなくて。了解であります。自分の気持ちを伝えられただけで今は満足です。おーい。よし、いい子だ。なんだ、誰かいるのか。どうだ、どういう風にしてほしいんだ。ダメだ、そんな風にしては。
様、そのように反抗的な態度をとって ただで済むと、そう来るかならば期待に応えてやろう。ほらどうだ、こうして欲しかったのだろう。正直に言え、随分と良さそうだな。そうだ、その調子。いいぞ。よし、武器の整備完了。武器の整備？イオ殿、見てらしたのですか？紛らわしい。自分が使用するものは部下も同然、愛着が湧くものであります。どんな愛着の湧き方だ。頑張るあなたにピラミッドパワーの恩恵を。ピラミッドパワー？あなたの努力をご覧になったファラオが、あなたにならマミーの真の力を貸しても良いと言って。